はい、皆さんこんにちは、MWebCOM1 です。ですね、今日は、ロッテさんが出している、いろいろ楽しいドリンクミックスキャンディをね、やりたいと思います。これ僕まだ買ったことなくて初めてなんですけど、こんな感じですかね。じゃあ開けたいと思います。3で行った方がいいですか。美味しいんですか。まず入ってるのはデカビタ、あと CC レモン、 CC レモン、あとはすいません、なっちゃんですね。 CC レモンじゃん。これが CC レモンで、ハチミツレモン、ハチミツレモン、あとだからね。じゃあこれをね全部ね、キャンディーレビューなんで大丈夫ですかね、これ。じゃあ、どれからいただこうかな。だからをね、いただきたいと思います。こんな感じですかね。うん。正直言いますと、このちょっと薄いような感じがしますね。あ、でも舐めてるうちに濃くなって濃いよね。これ見つけて、あ、例えばこういうなんかパッケージ的なあったなみたいな感じでね。美味しいですね。アメちゃんがね。これ行きたいんですけどね。うん。もう噛みます。どれから行きましょうかね。うん、じゃあこっち行きます。レモンの匂いが多少、あ、こんな感じですかね。ではいただきます。ちょっと濃ちゃったんですけど、
美味しいですね、うん、この動画ちょっと長くなっちゃいます、はい、大丈夫ですかね、この動画で。あとアップで僕の、あの顔を映るだけなんですけど、大丈夫ですかね、大丈夫ですかね。ちょっと薄いですね、やっぱ。このだから CC レモン、なっちゃん、はちみつレモン、デカピタン、この下に書いたんですけど、見えるかな、人気の飲料シリーズ5種類の美味しさが1袋で楽しめる、1袋でいいのかな、で楽しめる、アソートタイプのキャンディーです。でキャンディーの味は飲料の味をイメージしたものです、うん、多少違うのかな、ちょっと酸っぱいような感じがするんですよね、この CC レモン、なんかイメージ的な。次はデカビタですね。あー、やっぱりこういう感じになってますね。見えるかな、こういう感じ、黄色っぽいような感じの。ではいただきます。これはうまい。これはうまい、うまい。あー、でも美味しいけどちょっと薄いかな。全部美味しいんですけど。この3種類全部うまいんですけど、あのちょっと薄いなっていう感じはありますね。僕結構濃いの好きで、あの前とかちょっと薄いけど、まあキャンディーとすればまあそこそこいいんじゃないですかね。レモンってありましたっけ。じゃあ次は蜂蜜レモンからいきましょうかね。9分57秒ですね。もう10分、あ、10分です。もう10分。キャンディー系って結構時間かかるんですよね。この4種類やろうとすると、5種類か。
といいところで僕は噛むんですよ。うん、では、はちみつレモン、レモン僕が飲んだことないんで分かんないんですけど、まあ、今度買って飲んでみます。はい、これはちょっと薄いかどうかちょっと判別できないですね。この CC レモンは僕飲んだことあるんですけど、絶対デカビタもあるんだけど、からはないんで、ぶっちゃけないんで、薄いってさっき言っちゃったんですけど、ないんですよ。このハチミツレモンとこのだからこれじゃダメだな。なんと出そう。ハチミツレモン、このこれとこっちのだからの2つはこれまだ飲み物買ったことないんで、今度ね買って、僕の会社の友達によるとハチミツレモンの飲み物結構美味しいっていうのは伺ってます。はい、なのでやってみたいと思います。特にこれ意味ないですけどね。意味はないんで、この2つね、今度 この2点はだからとこのハチミツレモンは見えるかな、飲んだことないんで、ぶっちゃけ飲んだことあるような感じで言っちゃったんですけど、ないです。まあこれからやろうとしてるのは、これは飲んだことあります。デカビタと、CC レモンとなっちゃんは飲んだことあるんで、まあ結果デカビタはまあ薄い、 CC レモンもちょい薄いで、問題はこれなんですけど、まあでもキャンディーとすれば、まあいいんじゃないかなっていう。ハチミツでもちゃんと美味しく飲めさせていただきました。じゃあなっちゃん、あ、なっちゃんの味が、あ、匂いがしません。ちょっと原因だったらすいません。大丈夫かなこの動画で大丈夫ですかね。暗くなっちゃった、大丈夫ですかね。ではね、舐めてみたいと思います。薄いな、やっぱ薄いですね。ちょっと薄いですねまあ、いいですかね。
はい、今日はですね、ちょっとお待ちくださいね。音戻します。はい、今日は、ロッテさんから、紹介しました。まあ結果的に言うと、デカビタとラクちゃんと CC レモンはまあ美味しかったです。今度2点はまあね、飲んだことないっていうこともあって、今度ね買ってきてまたこれ買ってきて比較したいと思うんですけど、なので今日はこれをいろいろ楽しいドリンクミックスキャンディーをね、ご紹介しました。まあちょっと暗くてすいませんね。ちょっとねカメラがちょっとあんまり良くなくて、まあ僕使ってるのパナソニック HDC-SX5 っていうシリーズなんで、まあ、近くにあるんですけど、よいしょ、これですね。これでね今撮ってるんですけど、なんかねこれは以上になるんですけど、これはねもしよかったら皆さんもね買ってみてはどういうのかね。でこの辺で制しますでもいいんですけど、最後に言わせていただきたいんですけども、今僕はパナソニック HDC-SX5-S っていうのがシルバーのやつなんですけど、なんかいいカメラ、僕ちょっとこういうのやってね、例えば何でもいいんですけど、こう商品紹介やってると暗くなっちゃうんですよ。分かるかな、ほらここら辺ちょっと見ていただきましょうかね。ここほら暗いでしょ。暗いですよね。あ、暗くなっちゃったっていう感じ。いつも悩みされてて、まあもしね買おうと思ってるのはもう長くてすいませんね。ちょっとねもし買おうと思ってんであれば、パナソニック、まあ当然パナソニック、あとなんだ、キヤノン、キヤノンか、まあこの2つ、あとまあ JVC ですかね。まあソニーはねちょっと僕なんですかね、値段高いってイメージなんであんまり選ばないんですよ。まあこのビデオカメラはね初めて僕が使い始めたビデオカメラ1台目なんですけど、もうそろね買い替えたい。もうそろこれもいいんですけど、バッテリーがねちょっと非常に早くなってきたかなっていう感じで思います。はい、まあね、申し訳ないですね。長くなってしまって。ではね、いつも言ってるんですけども、チャンネル登録と、MWebCOM1 最新動画、コメントね、コメント、ご意見とかあればね、なんかね、今当たっちゃったんですけど、ね、よろしくお願いします。ではね、ちょっと長くなってしまったんですけども、最後まで、見ていただいて、ありがとうございました。じゃあね、この辺で失礼します。